はい、冷却とトラブル改善プロの杉山です。こんにちは。はい、今日はですね、pH のですね、お話をしたいと思います。冷却水とかボイラーでですね、非常にこの pH の管理というのは重要になります。この pH というのは、まあ、水のですね、何でですかね、度合いといいますか、酸性なのかアルカリ性なのか、この度合いをですね、示すものを pH、pH と呼びます。で、冷却水っていうのは普通にこう使っててですね、どのような状態になるかといいますと、冷却水というのは徐々にですね、アルカリ性になってきます。で、私たちがやってる、そうですね、冷却水の管理では、だいたい pH がですね、もう 8.1 から、まあ、8.6 とかですね、まあ、弱アルカリ性の範囲でですね、スケールを、まあ、スケールとか水質をですね、管理しています。で、これ水にですね、含まれる炭酸ガス、まあ、二酸化炭素、これ水の中にこう溶けてるんですけど、これがですね、水からこう放出されるときにですね、アルカリ性になっていくという特徴があります。なので冷却水とずっとこう同じ水をこう使い回ししますんで、その間にですね、どうしてもその炭酸ガスが抜けて、アルカリ性に傾いていくということなんですね。で、アルカリ性が強すぎるとですね、カルシウムとかシリカ、こういったスケール障害がですね、非常に起きやすくなります。なので、冷却水っていうのはスケールが起きるような要因がですね、非常にその重なっているわけなんですね。アルカリ性であると。で、それとですね、あと水温が高いとですね、カルシウムが析出しやすくなります。冷却水というのはだいたい30度超えて40度近くありますんで、比較的こう生ぬるい状態なんでですね、やっぱりスケール障害って起きやすいんですね。で、そこにアルカリ性が加わってくるとさらにこう助長されると。なので冷却水っていうのは普通に使っててもですね、スケール障害が起こりやすい水質であるということをですね、まあ、ご認識いただきたいと思います。はい。で、まあ、このアルカリがですね、アルカリ性の状態でもスケールが起きないような水質の管理を行うっていうのがですね、まあ、一つの私たちのテクニックかなというふうに思います。はい。それとですね、そうですね、アルカリ性で言いますと、まあ、例えば あれですね、洗剤、カビキラーとかですね、あと、漂白剤、まあ、ハイターですね、まあ、ああいったのは、なんか金属をですね、ああいった、まあ、次亜塩素酸とかですね、ああいったものは非常にその金属を腐食させるんで、まあ、よくこう酸性かとですね、思われるんですけど、実はあれはですね、アルカリ性の、まあ、液体なんですね。で、まあ、酸性に傾きすぎるとですね、結局腐食を起こしやすい水質、アルカリ性になるとスケール性の水質で、しかし次亜塩素酸なんかはですね、非常にその、まあ、ハイターとかああいったものは金属をですね、ものすごく腐食させやすいものであるにもかかわらず、実はですね、アルカリ性であるということです。はい。この酸性アルカリ性というのがですね、こういろいろこう見えてくると、まあ、水の管理がですね、すごくこうしやすくなります。
本来はアルカリ性の水質でなければいけなかったところがですね、酸性の水質であるということはですね、何か冷却水に異常が起きているという、こう一つのですね、指標になりますんで、まあ、ぜひ自分のところの冷却水、分析書を見てですね、どんな水質なのか、で、pH はどれぐらいあるんだろうかっていうのをですね、まあ、一度お調べいただければ、こう自分たちのこう水質がですね、よりお分かりになるんじゃないかなというふうに思います。はい、本日はですね、pH、pH についてですね、お話をさせていただきました。はい、このチャンネルではですね、冷却塔に関するトラブル、冷却水のトラブルなんかをですね、まあ、様々な私たち経験したことをもとにですね、お話をしております。非常にこう面白いと思われる方はですね、ぜひいいねボタン、そしてチャンネル登録の方をですね、よろしくお願いいたします。本日は以上です。ご視聴いただきありがとうございました。